こんにちは。パッキーのサムヘルマット、マリアマでございます。またすいません、ちょっとバタバタしてて、一周空いてしまいましたが、やっていきましょう。魚の子ですね。やっと見てまいりました。ので、レビューしていきたいなと思います。で、今回もですね、前半ネタバレなしで、後半ネタバレありでいきたいなと思っております。いやー、これまたね、素晴らしい、素晴らしい映画でした。いやー、すごいですね。ビビりましたね。さかなクンの映画っていうね、さかなクンそんな知らないしなーと思って行ったんですけど、まあほんと関係なかったっすね。関係ないというか、さかなクンを題材に、好きなことを突き詰める人のね、美しさというか、かっこよさ。みたいなものをね、むちゃくちゃ描いてますね。はい。監督はね、沖田監督です。横道洋之助とか、あと南極料理人ですかね。とか、やってますね。はい。あと、エクストリームすき焼きとかもね、ありましたね。はい。僕見たの覚えてるのは横道洋之助かな、というところなんですけど、いやー、そっかそっか、という感じですね。その、なんだろう、監督の情報知ってたら、もうちょい早く見た、かなっていう気はしましたね。はい。丁寧で、なんか、ちょっとすっとぼけてるという感じと、なんだろう、絶妙な、すごい妙なね、フィクションラインっていうかね、現実のその境目がむちゃくちゃ絶妙ってか、ある種サイケな気がするんですけど、まあ、さかなクンの絵もね、結構サイケだから、前ね、確か井の水だったと思うんですけど、さかなクンとコラボしてイベントやってたことがあって、あの水槽のね、横にその入ってる魚の絵が描いてあるみたいな、イベントをやってたんですけどね、かなりね、デフォルメ、かなりというか、まあ、若干デフォルメしてあってね、すごいサイケな感じがある絵なんですね、さかなクンの絵ね。うわ、面白いなと思ってたんですけど、その感じがね、ちょっと出てるなっていう感じがありました、この映画には。で、主演はノンさんです。はい。この世界の片隅にとかね。ほんとなんか作品の選びがうまいなってね、思いますね、毎回ね。のんちゃんにしかできないですね、多分ね。はい。のんちゃん以外のハマり役が全く思いつかないですね。はい。そのぐらいハマってましたね。このパンフレットにもあるんですけど、魚ってなんかね、オスとメスがなんか性が入れ替わったり、オスメス同体だったり、なんか性の境目がかなり曖昧らしくて。で、まあそういうのもあって、のんさんでもいいんじゃねえかっていう、なった。そうですね。はい。魚自体も体現している。で、さかなクンも体現しているというね、もう絶妙な人を選んできたなというところですね。音楽は、パスカルズです。パスカルズ、僕全然知らなかったんですけど、あの、タマのメンバーの人がやってるんですかね、今。これまたね、普通の劇映画の音楽じゃないですね。かなりその、おもちゃ箱をひっくり返したようなね、音楽ですね、かなり。はい。それもまた作品と、さかなクンの世界観に合ってる。というね、もうなんか、こんな優しくて、まあ、ゆるいっちゃゆるい映画なのに、全く妥協がないっていうね、素晴らしいですね。はい。ある種ね、執念を感じますね。すごい映画でした。はい。いやー、でね、この作品のテーマ、好きなものをね、好きで貫く人を、ただただ好きで居続ける人を、がかっこいいっていう、憧れの眼差しの映画。っていう感じがしましたね。まあ、葛藤は描くんですけど、この、なんでしょう。ポジティブ要素だけで描くっていう嫌な雑味がほぼないんですよね。これすごいですね。本当に絵本っていうか、童話に近い話の構成。なんか作ってる人、クリエイターの人にも通ずると思うし、かつて好きなものがあった人にも通ずるものがね、むちゃくちゃあると思いますね。はい。では、こっからはね、ネタバレありで語っていきたいなと思います。見て帰ってきてマジですぐ撮ってるんで、ちょっとかなり、まとまってないんですけど、ご了承くださいという感じです。とにかくね、熱量を届けたいなという
感じですね。はい。公開して1ヶ月経ってる映画をね、今更語るっていう時点でね、まあそういうことなんですけど、はい。はい。冒頭ね、現在のミーボーから始まりますね。時系列がね、小学校に戻りますね。はい。ここでね、あ、なんか結構ね、昔の映画っぽいルックだなと思うんですけど、フィルムっぽいルックですね。から、これでいじってんのかなと思ったらね、16mm で撮ってるらしくてね、またここでこだわりをね、感じますよね。あったかい感じの絵になってますね。絵というか、色ですね。はい。なんでしょう、ちょっと見るか。パンフレットにあったんですけど、監督のコラムみたいなやつでね、監督も映画の仕事がしたくて、映画を作り始めて映画監督になると、今映画が好きかって言われると素直にもう大好きですと答えられないくなってるっていうところね、はい、これもういろんな人に通ずるんじゃないですかね。僕もそうですね、完全に、まあ、映像好きで、まあ、映像の仕事してますけど、映像マジで即答好きって即答できるかっていうと結構疑問なんですよね。まあかなり大変ですよ、その仕込みとか編集とかね、仕上げるまでね、かなり大変なんですよぶっちゃけね、結構ね、だから仕事にするとやっぱ嫌なところが見えてくるじゃないですか。それがあるんで、やっぱね、そんな、もう、もろ手を挙げて大好きですとは言えないんですよね、やっぱりね。っていうところでね、やっぱ、さかなクンに対する憧れがあると。はい。もう、好きで好きでしょうがないと。でも、大好きすぎて今これやってますみたいな。もう、楽しくてしょうがないみたいなのね、やっぱ、憧れますよね。はい。好きであり続ける才能ですよね。まあ、やめちゃうからね、普通の人はね。実際映画でもね、やめてもいい場面って何箇所か出てきますよね。水族館とか、アクアリウムですか、水槽デザインしてくれみたいなね。もう大体の人はね、あそこで挫折するんですよ。でもやるんですよ、さかなクンは。なぜかっていうと好きだからなんですよね。はい。もう本当にすごいですよね。それを映画で一本通してやってるっていう、またこれもね、なんだろうね。僕たちの好きだった気持ちをこう埋葬してくれるというか、まあ映画とか、映画好きだったり音楽好きだったり、まあ、漫画とか本とか好きだったり、まあいろんなものが好きな人がいると思うんですけど、自分の好きなものを仕事にしようとして挫折して辞めていってしまった人たちの気持ちもここに乗ってる気がするんですよね、この映画には。なぜかっていうと、やっぱその周りの人たちがそう見えるからだと思うんですよね。ミーボーはもう一貫して強靭です。完全に狂ってる完全に狂った魚好きなんですけど小学校から大人になるまで一貫して魚が好きだというところで、友達ですね、周りの人たちはもうどんどん変わっていくと。ヒヨだ、柳楽優弥とかね、まさにそうで、サッカー選手になりたいって小学校の時言ってたけど、まあ、大人になったらディレクターになってるっていう感じでね、成長して、違う人間になっていくというところなんですけど、だその人たちの、ミーボーに向ける眼差しがね、どんどんね、尊敬の念というかね、いやーマジでね、思い返すだけで本当に泣きそうになってしまうんですけど、俺たちの分もやってくれっていうね、眼差しと、あと手助けにもね、現れてるなと思いますね。紙一重のやつなんてもう完全に人生変えられちゃってますよね。多分僕もそうだと思うんですよね。僕の友達がね、オリジナルを高校の時にね、バンドでやり始めて、それに影響されて僕もオリジナルの曲をやり始めるっていう感じだったんですけど、まあ、そういう感じでちょっと人生を変える人に出会う瞬間、あそこの表情ですよね。イカ、生のイカを食って、この人生が変わる瞬間をすごく丁寧にね、捉えてましたね。あそこも好きなシーンですね。はい。一貫してミーボー視点で描いてることでね、この説明を省いてみんなのこの生活が変わっていくのを見せるのがね、すごくうまいなというね、感じがしました。ミーボーが大人になってくるにつれてね、家がね、明らかに家のグレードが下がってるんですよね。はい。っていうのと、絶対離婚してるなっていうところですよね。はい。が見えると、お母さんね、はい、柳楽優弥ですね、突っ張ってた柳楽優弥が、まともになってるっていうところ、食事のシーンですね。お前バカにすんなよ、俺のすげえ、こいつすげえからっつって、こっからすごくなんだからこいつは、なめんなよっていうのをもう顔だけで見せてるっていうところ、その喧嘩のシーンとかも描かないですね。はい。
彼女がつかつか帰ってくところだけ描くっていうね、これうまいですよね。省略がすごくうまいですね。はい。あともう一つ言うとカホですね。カホすごい性格悪そうな、性格悪いっていうかなんだろう、口が悪いカホね。ちょっと初めて言いましたね。ちょっと人使いが荒いカホね。この人うめえわって思いましたね、やっぱね。カホね、来たら子供連れてると、住むとこなくなっちゃったみたいなね、捨てられちゃったんだなっていうのがちゃんと見えるようになってると。でも、セリフでも説明しないし、ミーボーの視点じゃないので、描かないというところですね。大人になってからがすごいですね、本当に。どう考えても社会不適合者なんですけど仕事できないし、全部もうクビにさせられるぐらいの感じでいろいろ壊しちゃったり、水槽飛び込んじゃったりしてるんですけど、やっぱまちゃんとしなきゃいけないのかなって思うんですけど、でもそれでも魚が好きだっていうね、っていうのがすごく、出てましたね。はい。継続は力なんだなっていう感じがしましたね。はい。こう今やってる YouTube も、うんともすんともいかないなと思いながらやってるんですけど、半年以上続けてね、皆さんのおかげでちょろちょろと登録者の数がね増えてきて、あーやっぱ継続は力なんだなって思いますし、この前ね、僕のね高校からの友人がバンド、その高校のバンドのまま未だにやってるんですけど、企画のライブを新宿に見に行ってね、10年以上前の曲を未だにやってるっていうね、継続なんだなっていうのをね思ったりしてる最中、見たね映画なんで、すごく響くものがあるというか、まあ好きなものがある人はね本当に響いちゃうんじゃないですかね。そう、水槽、歯医者の水槽をねデザインするシーンとかね、まさにねこれ本当何にでも通ずることだと思いますね。本当に自分がやりたいことと、その大衆性というか世間が求めているものの需要と供給が一致しなくて、なかなか認めてもらえないと、認めてもらえないというか、もう完全に失敗しちゃうっていうところを絶対通過するところだし、ここでやっぱ心折れちゃう人が、いますね。はい。もう本当、僕もね、だから今の仕事もまたもうこれ本当自分の話になってっちゃいますね。どんどんこの映画って、僕も今ディレクターやってますけど、本当にね本当に雑巾、ボロ切れみたいなね扱いをね3年ぐらい受けて、やっと今この割と自由があるっていうね状態なんですけど、本当にね辞めちゃう人が多くて、本当に試されるんですよね、忍耐力というか、どれほど映像が好きなのかどうかみたいなところをねすごく試されるんですよね。もうそこで折れないっていうか、やめなければねずっと別にね失敗しててもねなんとかなるんですよ。はい。っていうのをこの映画が体現してくれてます。本当にねいろんな人に勇気を与えてくれると思いますね。嫌な描写がねほとんどないんで、本当に子供からお年寄りまで老若男女本当に誰でも見れる映画になってます。主演がのんちゃんになってるってところもね、この男女も問わずにねもう誰でも見れる映画ですね。はい。すごいですねこのバランス、わけわかんないです。あとサイケって言ったところで言うとね、カブトガニのくだりとかねかなりサイケですよね。今時映画でやるぐらいのむちゃむちゃ昭和のヤンキーが出てきて、めちゃめちゃキャラクター化されたヤンキーが出てきて、その後ろをカブトガニがねちょろちょろ歩いてるっていうね、むちゃくちゃ意味が分かんないサイケですね完全に。ユラ亭の世界観ですね。はい。そういうシーンがあったりとね、結構クラクラしてね面白いですね。はい。でギャグも面白い、青鬼が好きです僕は。ヤンキー集団のナイフをね使われちゃうっていうね、特に2回目のねなんだっけ、魚取った時の青鬼の顔ですよね。一人だけ気づいて落ち込むっていうね。はい。まあそんなところですかね。ちょっとあまりにまとまってないので、本当にすいませんって感じなんですけど、本当にいい映画でした。これはね、まだやってるところもあるんで、ぜひ見てください。本当におすすめの一本でございます。はい。もう帰り道も泣く寸前に何回もなりながらね、もう涙目で帰ってきましたね、家まで。来るものがありますね、これは。っていうところでございます。10月にですね、僕のね、結婚式がありましてね、ちょっとバタバタしてるんで、ちょっとまたね、毎週できるかちょっとわかんないんですけど、折を見てね、動画アップしていきたいなと思います。はい。チェーンソーマンも始まるしね、すげえ楽しみですね。はい。っていうところでございます。皆さんのコメント、高評価、チャンネル登録、良ければ、
お願いいたします。それではまたお願いいたします。